まあ、ここ数日ですね、何回かにわたって、ドラクエ10における課金に対するスタンスの変化と、プレイヤー側の課金に対する意識の変化という話をしていたんですけれども、まあ、このね、ドラクエ10というゲームは、今から、10年以上前ですね、2012年8月2日に、まあ、当時、DQ10 ショップであるとか、超便利ツールの、まあ、ジェム課金もない状態で、まあ、パッケージ代と月額利用料だけ払えば、すべてのプレイヤーが平等にドラクエ10のすべての要素を遊ぶことができますよと、まあ、そういう状態で発売されていたわけですね。まあ、当時、10年ぐらい前と言いますと、まあ、課金要素がゲーム内での強さを決めてしまう。まあ、言うなれば過度な課金を煽るような、まあ、課金を要求するようなゲームというのが、まあ、たくさん存在しておりましてね。まあ、よく、札束で殴り合うゲームみたいなね。言われ方をしてね、まあ、揶揄されておりましたが、まあ、その点ドラクエ10は課金が多いとか少ないということによって、まあ、ゲーム内での強さが変わるようなことはない、まあ、たくさん課金しないと遊べないというものではなくてですね、まあ、みんな平等に全ての要素を遊ぶことができますよというのが、まあ、一つの魅力ですね。一つのセールスポイントになっておりました。まあ、一方で、当時7000円したパッケージ代だけでなく、月額利用料もかかるという点におきましては、まあ、7000円出してね、ソフトを買ったのに、まあ、さらに、月1000円払わないといけないのかと、まあ、そういう批判の声もようですね。まあ、そんな状態で始まりましたドラクエ10ですけれども、まあ、その約1年半後ですね、2013年の12月5日に初の追加パッケージでありますバージョン2眠れる勇者と導きの盟友が発売することになります。そして、同じタイミングで、バージョン 2.0 のアップデートがあったわけですが、まあ、その時にですね、有料アイテムを販売する DQ10 ショップが登場することになりました。まあ、この頃私はまだプレイしていなかったため、当時のプレイヤーさんたちがね、まあ、どういう反応だったのかというのが正確にはわからないんですけれども、まあ、もともと課金要素というのはパッケージ代と月額利用料だけですよと、いうことが、まあ、歌われておりましたし、当時ね、アイテム課金型のゲームというのは、たくさん存在していたわけですけれども、まあ、そういったアイテム課金型のゲームのほとんどは、基本無料ですね。始めるのは無料だけど、強いアイテムを手に入れるには課金が必要だよ、みたいな、まあ、そういうゲームが多かったため、ドラクエ10が月額利用料がかかると。いうのに加えて、さらにアイテム課金も導入されたということによって、まあ、ハイブリッド課金みたいなね。まあ、2種類の課金が必要だよと。まあ、そういった言われ方で、まあ、揶揄されまして、まあ、かなり反対意見が多かったように、まあ、プレイしていない私の目に届いた声という感じですけれども、まあ、そういった意見、まあ、反対意見が多かったように、まあ、プレイしていない私の目には映っておりました。さらにその約半年後になる2014年9月4日ですね、3DS 版のドラクエ10、ね、まあ、クラウド版の、ドラクエ10ですけれども、が発売されまして、でその時同時に超お出かけ便利ツールですね。まあ、今、私たちが使っている便利ツールが配信されまして、まあ、この超お出かけ便利ツールで、ジェム課金ですね。ジェムも、導入されたということになります。ですから、2013年末から2014年にかけて、まあ、様々な
課金要素が追加されていくことになるわけですけども、まあこの時ね、ドラクエ10が、まあなんとか収益を上げないとサービス継続が困難になってきたということは全くなくてですね、むしろこの時期がドラクエ10の最盛期といいますか、最も多くの人がプレイしていた時期でもあるんですね。ですから、まあ、様々なね、課金要素が追加されたというのは、収益が下り坂となってしまって、苦し紛れに慌てて導入したというわけではなくて、まあ、しっかりと、まあ、人が多いですね、賑わっている時期に、まあ、今後を見据えて追加されたのだと。まあ、そういう、そういうことになりますけれども、まあ、このことはね、まあ、かなり、重要な意味を持つと思っています。さて、ドラクエ10における課金のスタンスが大きく変化していく2013年の末から2014年の真ん中場ですね、9月にかけてですが、まあ、その時期ですね、その後間もなく2014年の10月18日ですね、まあ、私がドラクエ10をプレイ開始することになります。まあ、当時から数えて 2年ほど前ですね、ドラクエ10の発売直後というのは、まあ、パッケージ代ですね、パッケージソフトが7000円、しまして、で、まあ、月額利用料も、それに加えて1000円かかるということでしたので、まあ、10年前の私は、まあ、ドラクエ10に対してですね、まあ、ちょっと強気な価格設定といいますかね、初期費用がかかる上に、毎月の費用もかかってしまうんだなという印象を持っていたわけですけれども、まあ、私が始める頃にはバージョン1とバージョン2のオールインワンパッケージですね、が、発売しておりまして、まあ、1と2ですね、ソフト2本分で、まあ5000円ぐらいだったんですが、まあ、割引価格で4000円ぐらいで私は買ったんですけれども、まあ、手頃な価格になっておりましたし、何よりね、楽しそうに遊んでいる人の声を、当時たくさん聞いていたので、まあ、自分もね、やってみたいなと思うようになったわけです。しかし、始めた当初ね、月額、パッケージ代と月額課金料の他に、DQ10 ショップの課金アイテムであるとか、ベニツルのジェム課金だったりとか、まあ、いろんな課金要素があったんですけれども、まあ、8年前ですね、始めた当初の私は、パッケージ代と月額利用料以外は、まあ、なるべく使わないようにしようと。まあ、そういう思いが、なんとなくあったんですね。やっぱり、アイテム課金型のゲームって、まあ、なんというか、のめり込んでいったら、何万円、何十万円と使ってしまって、大変なことになるみたいね。まあ、そういうイメージがあった。まあ、特に、まあ、ガチャ課金、ね、課金ガチャと言われるものですけれども、まあ、いわゆるその定額じゃなくて、この、いくらでも買えるよ、みたいなアイテム。を買い出したら、もうのめり込んでいってしまって、もう何万円何十万円と使ってしまうみたいな、まあ、そういうイメージがあったので、まあ当時の私は、アイテム課金したら負けだと。課金したら負けだくらいの気持ちで、まあいかに月額利用料だけで楽しみ尽くすかっていうのが勝負だと。みたいな、なんかそういうね、この月額利用料以外のお金は使わないぞと。DQ10 ショップもジェム課金も、しないぞと、まあ。そういう意識が あったんですね。まあそのように思ってたのは、まあ、当時は今と違ってね、マイコーデ機能がなかったんですね。マイコーデの機能がなくて、しかも DQ10 ショップもフリーパスに対応しているアイテムっていうのが、まあ、ごく限られていたんですね。ですので、まあ、マイコーデがないから、ドレスアップをしないといけない。
で、ドレスアップをして、で、まあ、別の装備に買い替えた時に、フリーパスに対応してなければ、もう一回お金を払って、そのおしゃれ装備をDQ10ショップで買わないといけないっていう、まあ、状態だったんですね。ですから、おしゃれを楽しもうと思ったら、耐性装備とかがきっちり揃った一丁羅ですね。まあ、いつもこの装備をしているという、装備をしっかり整えてから、まあ、直接ドレスアップしていくと。まあ、そういうやり方しかできなかったので、まあ、結構ね、当時はドレスアップ、という遊び方自体が、まあ、初心者にはね、結構ハードルの高いものだったんですね。で、まあみんな基本的にはドレア向き、ドレアなしのね、まあ剥き出しの装備といいますか。ね、水の羽衣だったら水の羽衣をそのまま着ていましたし、まあだからこそ、あの人は水の羽衣着てるからきっと体勢がちゃんと揃ってる人なんだろうなとか、まあ、当時だったら最新装備が、大麻の衣という、大麻の衣という装備だったんですけれども、まあ、この大麻の衣を着ている人を見かけたら、めちゃくちゃ強そうだなと、かっこいいなと。で、まあ、ある程度この見た目で、その人の強さを判断することができていたんですね。で、私も始めた頃はね、全身結晶装備。に身を包んで、まあ、使い込み度が溜まっていくと、まあ、結晶化して、買い替えていくみたいな、まあ、そんな、生活をしておりましたので、まあ、結晶装備にね、ドレスアップなんてとてもできませんので、まあ、いずれ結晶化してしまうような装備にドレスアップなんてとてもできないので、まあ、おしゃれとは無縁の遊び方というのを、していたんですね。そんな私の考えを大きく変えてしまう出来事が、起こるんですけれども、まあ、それが、私がプレイを開始してからですね、約2ヶ月後の、2014年の年末になります。まあ、それがですね、前年の、2013年に配布されたクリスマス衣装であるトナカイスーツね。こちらが復刻して DQ10 ショップに登場すると。で、まあ、2013年の、私が始める1年前のクリスマスのイベントで、配布されたトナカイスーツというのが、DQ10 ショップに追加されたんですね。で、このトナカイスーツなんですが、まあ、DQ10 ショップ店員の、まあ、ドアコのブメリリさんが着ている、まあ、その姿が、冒険者の広場ね、まあ、DQ10 ショップの広告みたいなところに掲載されてたんですけれども、まあ、これを見てね、これは、買わざるを得ないなと、まあ、思ったんですよね。うん。で、ね、これは欲しいなと思ったんですね。で、まあ、しかも、課金衣装って1000円くらいのイメージだったんですけども、まあ、トナカイスーツっていうのが、当時わずか500円だったんですね。今もありますけども、装備か。あれ？トナカイ消した？すいません。消しました、ね。ない。失礼しました。トナカイスーツね。DQ10 ショップ見てください。今だと、330円になってますね。で、まあ、当時500円だったんですが、まあ、安いしね、これくらい買ってもいいかなと、ね、思うようになりましてね。私は、なるべくやらないようにと思っていたアイテム課金に踏み切ることになりました。まあ、とはいえ、まあ、当時はフリーパスに対応しておりませんでしたので、まあ、おいそれとね、ドレスアップに使うことができませんでしたし、まあ、一度ね、ドレスアップに使ってしまうと、また装備を買い替えた時に、500円を、出し直すということに
なりますので、まあ、先ほど言った通りね、まあ、ずっと決勝装備とか着ていたので、まあ、基本的には、まあ、トナカイになりたい時だけ、直接そのトナカイスーツを着て、で、あとは、普段はトナカイスーツは装備袋に入れっぱなしにしておくみたいな。まあ、そんな使い方をしていたんですね。で、まあ、この月額利用料の他にアイテム課金があるということに、まあ、なんとなく、まあ、怖さというかね、そういうのを感じていまして、アイテム課金は利用しないでおこうと。私は、心に決めていたわけですけれども、まあ、そのアイテム課金やめとこうという思いは、その意識はね、まあ、わずか2ヶ月程度で変化していくことになります。とはいえ、まだまだドレスアップへのハードルの高さというのが、まあ、あったので、まあ、トナカイスーツだけは特別というか、まあ、他のアイテムは、もう買わないようにしておこうと。まあ、そう思っていた時期でもありました。まあ、これが私がプレイを開始した直後ですね。今から8年ほど前のことになります。というあたりでね、一旦今回はこの辺でどうもありがとうございました。